ステレオは NASA の太陽調査プロジェクトである。2機の観測機で異なった角度から太陽を同時に観測することにより立体的に太陽を見ようという計画であった。プロジェクト名の当時後はオーディオの立体音響や立体写真などのステレオにかけている。ステレオはほとんど同じ機能を有した2機の観測機を用いて太陽を同時に観測することで ちょうど人が二つの目で立体視を行うようにコロナ質量放出の様子を立体的に調査することを目的として実行された。これは2期で一組の観測機を用いるという特殊な観測手法を用いたミッションであったと言える。2機の観測機はいずれも太陽を中心とした軌道を周回する人工惑星であり地球の公転軌道に近い軌道に投入された。ただし、 2機の観測機の太陽周回軌道は同一ではない。ステレオ A、アヘッドの軌道は地球の光転軌道よりもわずかに太陽に近く、したがって光転周期が地球よりもわずかに短いために地球より先行する側に進んでいく。具体的には太陽を約346日で一周する。これに対してステレオ B の軌道は 地球の光転軌道よりもわずかに太陽から遠く、したがって光転周期が地球よりわずかに長いため地球から少しずつ遅れていく。具体的には太陽を約388日で一周する。このような太陽周回軌道であるため、ほとんどの期間においてステレオ A とステレオ B とは遠く離れた位置におり、2期が同時に異なった角度から、 太陽を観測できる。しかしながら、2014年10月1日に、ステレオビートの通信が途絶した。これによって、2機の観測機で同時に太陽を観測して、太陽活動を立体視するという当初の目的は、果たせなくなった。それでも、NASA は残ったステレオ A の運用を中止せずに、ステレオ A のみを用いた太陽の観測を続け、 2010年代が終わるまで運用が行われた。そして2020年現在もステレオ A のみでの運用が行われている。当時語とは単語の最初の部分を続けることで作成した語である。ステレオの観測機に搭載された観測機器の名称でも他のものにかけて作成された当時語が見られる。ここで言うアヘッドとは位置的に見て前方のといった 意味の A 単語である。ここで言うビハインドとは位置的に見て後方のといった意味の A 単語である。CME とはコリネルマスエジェクションの略であり、すなわちコロナ質量放出のことである。a b c d e f g h i ヨタニに太郎宇宙の謎に迫れ、探査機観測機器 61P20P21 ベル出版2020年3月25日、 発行は ISBN 978から4から860646110ステレオミッションニュース。NASA 2006年7月19日閲覧。ABC ロスオブコンタクトウィズステレオビハインド。 NASA HTTP スラッシュスラッシュ stereo s sc n a s c o m nasa dot g o v スラッシュ b ハインドステータス s HTML 二千十五年八月十日閲覧ステレオミッションステータス二千六年五月三十日閲覧ステレオミッションステータス二千六年五月三十日閲覧,日閲覧 A B 通信途絶した 太陽観察衛星、ステレオ B、2年ぶりに地上と通信が回復。NASA HTTP、http://sor.info/.030201/.20160824 e 2016 24体。<の音声> html2016 年8月24日、閲覧。abcd、ステレオスプスクラフトインストルメンツ。NASA ミッションズ、2006年5月30日閲覧。 ありがとうございます。